スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、桜井宏明の人話。皆さんこんにちは。株式会社ストラテジック代表取締役桜井宏明です。さてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールさんで組織変革プロデューサーを務める私桜井宏明が、中小企業ならではの人や組織、そして物事の考え方捉え方に関わるヒントを発信していきます。こんにちは、菅野由香です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ということで番組前半ではですね、中小企業、まあ、ベンチャー企業、優良企業、すごい会社、いろんな畳みかけますね、そういうですね、会社の社長様をお迎えしてお話を伺っていきますということで、今日はですね早速どんな方が来られてるか、はい、菅野さんご紹介お願いいたします、はい、本日お越しいただきましたのは東京都千代田区にある株式会社ひとつなぎ代表の重則子さんです。ようこそいらっしゃいました。はい、よろしくお願いします痛い、なんでもうなんか紹介してる時から紙なんか台本バサバサやって興奮状態ですけども、しげさん、はい、めちゃくちゃ緊張しています。こんにちは、しげのりこさんって名前なんですね。はい、しげちゃん、しげちゃんって言うから俺は下の名前がしげ子とかそういう名前なのかと思ってたら、よく言われます。よく言われますはい、多分私の性格がねちっこいので。あ、そうなんですかあのしげる、繁盛の繁なんですよ、はい、だから、はい、でよくあのなんですかね、一回断られても、うん、断られた違う角度でもう一度提案しに行ったりするので、あのしつこい、諦めないっていうので、うん、勝手にしげこっていう名前になってるんだろうなっていうあのイメージがね。そうです、そうです、足しげくとか、なるほど、しげってるみたいな。あ、でもいい意味ですよね、繁盛も全部そうですよ ね、あと繁殖もあります繁そっち繁栄もあります繁栄、そうですね、そうですね、はい、あのしげさん今日すごい服装で来られてます。これいつもあれですか、あの先ほど提案とおっしゃったんですけど、いろんな会社の社長さんに提案する時もこのような生け立ちで行かれるんですか。いや、あの服装はですね、うん、演出ですね。あ、演出なので、研修講師をする時は研修の内容に合わせて服装を変えますし、もう黒と白だけとか真っ黒の時もありますし、今日はどちらかっていうと気持ちを上げていこうかなと思いましたので、あのワンピースで、ブルーなワンピースで気持ちを落ち着かせようかなと。あ、落ち着かせる方ですか。どっちですか今。露出は多く露出は多く気持ちを上げ上げ、そう色はブルーで落ち着いていこうと、はい、そうです。周りの男性の気持ちが上げ上げになりそうな感じですね。もう私は全然上がりませんけど、まあ、そうですね、一見古いですからね、はい、ということで、あのひとつなぎという社名なんですけども、まあ、今のちょっとお話でも分かったと思うんですけども、あのいわゆるうちの、ね、ストラテジックと似たような仕事をやられてると思うんですが、改めてどんな仕事をやられてるか教えてくださいませ。はい、こうやって人組織の大先輩の前で申し上げるのはすごく恐縮なんですけれどもいやいやいや、棒読みだからそこはい、気持ち込めて言います。はい、あのサービスとしては研修とか、研修はその若手内定者から新入社員、そして中堅とか、うん、管理職、役員、そして経営者に向けた研修をやってます。全部じゃないか。はい、全部じゃないですね。全方位でやってると素晴らしい。ただ私があの講師によって担当を分けて、それをお客様に対するメリハリは出してるんですけれども、うんうん、でそういった研修がしっぱなしにならないように人事制度につなげていくとか、はい、評価につなげていくっていうことをしています。つまりやりたいことは、あの会社の中の人と人をつなぐっていうことなんですよね。社長と社員とか、理念と会社とか、上司と部下をつなげていく、なので人つなぎっていう社名にしました。なるほど、わかりました。なんとなく、おいまあだからいろんな人に研修してそうですね、そうですね、結果つないでいく。そうです、結構一生懸命喋ったんだからそう、結構力説しましたすいませんでした。ここ分からないと菅野さん、分かりました。でも僕は人つなぎっていうから、こう人と人とつなぐから、人材紹介なのかなとか思ったら違うんですね。そうなんですね、あの、うん、人材紹介は実は中国人の人材紹介は会社を作った当初やっていたんですけれども、はい、2008年だったので
ちょっと、はい、あの先走りすぎていたかなと半歩早かった、はい、ちょっと時代読みすぎました。あ、まあ、社内の人間関係ってことですよね。そうです、うん、今は、はい、つなぐことに特化していると、うん、今もお話しあったんですが、中国でだからそういう企業経験というか、なんかビジネスの立ち上げをされたんですよね、はい、それちょっと教えていただけますか。どんなことをされたんですか。はい、もともとはあの日本で働いていた時は求人広告の仕事をしていて、でその時に出会った社長が中国の支社を MBO させますと。要はマネジメントバイアウト。そうです、はい、ありがとうございます、はい、でそこであの中国で営業部隊を作っていかなければいけない、今までは日本で営業していた仕事を中国にあの送っていたっていうのを、中国でお客様を開拓するっていう時にお声掛けをいただいて、うん、その会社の立ち上げに関わってました。へえ、おいくつの時ですかそれ。27ですかね。若いですね。今何歳なんですか。あ、聞くなんかすいません。女性に聞いては、まあ、でもさっきの計算で若い。そうなんですか。あ、まあ、今36です、ね、当時27だったんですか、はい、そうなんですよ。すごいですね、若いのにやっぱり。あの若いってバカさなん、若いってエネルギー、あの何よりもの魅力っていうのは無知なバカさっていうんですかね。中国に着いてからニーハオとシェイシェイしか知らない、言葉が喋れないってことに気づきまして。でも仕事がですね、あのマーケティングコンサルだったんですよ。中国のデータって統計局が当てにならないので、各メーカーさんが対象であろうお客様をセグメントして、はい、そこに対して調査をかけてどういうようなあの商品サービスにするかとか、あの展開するんですね、はいはい、なので当然中国語ができないと調査ができないんです。そうですね。そりゃそうだ。あと地場のそういうメディアの方とも連携取れないですね。そこから猛烈勉強しました。はあ、すごい。そういうマーケティングとかの知識はもともとあったんですか。なかったの。こちらも勉強しました、ね、語学もなくて、はい、マーケティングも知識もないまんま行けと、はい、その社長何期待してたんですか、しげさん。何でしょう、ノリですかね、うん、もう彼か、うん、かのあなたならできるだろうと。突破力と営業力は、うん、あのずっと評価されていたので、うん、おそらくそこだろうと。なるほど、はい、分かりました。ではお知らせの後ですね、詳しくお話を伺ってまいりましょう、はい、桜井弘明のひとひと話。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。桜井弘明のひとひと話。はい、ということで改めてご紹介いたします。株式会社ひとつなぎ代表のしげのりこさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まさか今菅野さん、すいません、あのしげこって言いそうになったんじゃないですか、ね、ちょっと言いそうになりました。あまりちょっとそれで思わずプッて笑そうになった。いや、すいません、ちょっと本当分かりやすいですね。申し訳ありません。ちょっとインプットされですよね。されちゃってさっきしげしげこにしようかな、ね、いいよね。はい、失礼いたしました。それ結構ヒットすると思いません。はい、見ましょう、はい、ということでひとつなぎはあのということで中国のそういうバックボーンもありながら東京に、あ、東京というか日本に帰国されて、その時にじゃあ起業されたと。はい、そうですね。ですね。で、先ほどおっしゃったように社内のいろんなものをつなぐということで、社長と社員とか、はい、あとはそういう上司と部下とか、上司と部下とか理念と、うん、まあ、社員の方々とか、あ、分かりづらいですもんね、理念とかね、はい、あと埃かぶってる会社さんも結構ありますから。何が理念が理念がですよね。確かにね、うん、もう見た目も額に入って埃かぶってたり、理念自体が埃かぶっちゃってて、はい、全然本当に形骸化しちゃってる。そう、本当におっしゃる通りですね。それを払って、はい、フレッシュにして、はい、こういう意味なんですよっていうのを伝える役割、はい、いいじゃないですか。ありがとうございます。まさにあのうちもそういう、ね、ストラテジックもやってますけど、はい、今日は全然、ね、違った角度で、はい、そうですね、しげさんのそういう意味ではあの私ももしかしたら埃かぶってるかもしれないんで
笑うとこだから声を殺して笑ってみました笑ってた笑ってた笑っていいんだから笑顔を作りましたあすいませんいや別にテレビじゃないんで見えないんでよろしくお願いします失礼しました、はい、なのでちょっとフレッシュな、ね、意見を聞きたいと思うんですけど、はい、あのいろんなその経営者さんの悩みとかを解決するじゃないですか、はい、でやっぱり皆さん個性的だと思うんですよ、はい、まあ口はばったく言わずにもうズバッと言っちゃえばみんなエゴじゃないですかやっぱりこうエゴの塊みたいじゃないですかそれどうやって付き合っていくんですかしげさん流のこう彼らの悩みの解決の秘訣っていうのは何なんですか私はあのもういつ提案あ結構提案書厳しいことを書くんですエゴの方にはやっぱエゴでいかなければ刺さらないんですよなるほど中途半端なことを言ったって結局目にも留めてくださらないので、うん、であるならばこちらももう研いで、もう前日にですね、うん、包丁一生懸命研いで、うん、それでザクって刺しに行くんですが怖いな、そうするとやっぱ伝わるというかでそれでもやっぱ縁がなくなるそこまでお前に言われる必要はないとおっしゃる、うん、あの社長の方もいらっしゃるんですけれどもここまで真剣に考えて言ってくれるんだったらちょっと俺の話聞いてくれるかみたいな形でこちらもあの1回1回のアポイントとかお話伺う機会にですねあの切腹の準備をして伺うんですよなるほど、はい、差し違える思いでもあそうですね差し違えまあ、自分もあの失礼いたしましたざっくりの方ですかねざっくり自ら切腹するぐらいの気持ち で、ね、刺すつもりの包丁自分で刺すみたいなそうですそうです研いでるのは自分の腹を切るっていうためでしょ怖いわ最初のその提案っていうのが刺さるためには結構革新的な情報とか持ってないとできないですよね、うん、そうですねただ失礼な言い方かもしれないんですけれどもあの、まあ、弊社があのお付き合いさせていただいているお客様っていうのは大体50名から150名の企業が多いんですね、うん、そうすると抱えている課題ってそんなに木をてらったものってないんですよ大体あの同じケースが多かったりするそこにいる人たちが違うなので、うん、あの出ているこの現象のお話を聞くとその根底にある問題っていうのはその経験値から推察ができるなるほど例えばどんな問題があるんですか、はい、例えば100名規模の企業様ですと、うん、あの社長がこれやろうみたいなことを言っても現場が動けないんですね、うん、なぜかっていうとあの誰も社長が作ってくれるだろうと思っていたりそれを受け止めた人たちが例えば、来年で売上を1億円増やしましょうと、うん、利益率をさらに 5% 上げましょうみたいなことを打ち立てても、うん、自分たちの頭でどうやっていくかっていう設計をの知識がなかったりするんです、うん、あなるほど、はい、そうすると言われたからとりあえず日々の売上上げてこうっていう皆さん真面目な方多いので、うん、いきなりフル回転で自転車を走りあの漕ぎ始めると、うん、そうすると息切れしてしまって大体半年手前で止まっていて結局お前ら中途半端じゃないかみたいなことが起きている、うん、ありがち、はい、うん、思いと行動がつながっていないとか、うん、なるほどね、はい、そういうところにしげさんが入っていって、うん、社長からいやうち僕がさこういうビジョンを打ち立ててこういう目標を立ててね彼らは突っ走るんだけど途中で息切れすんだよねとか言ってどうしたらいいとかってそういう相談が来たりするんですか、はい、そうですね、はい、いい言い方だとそうなりますね、うん、違う言い方だと違う言い方だと、うん、結局うちはあのアイデアを出しても現場がそれを形にできないんだとか、うん、会社の、あの成長スピードに社員の成長スピードが合っていないんだっていうことが聞こえますね、うん、なるほど、うん、そういう時にあの僕とかのアプローチだともしかしたら社長があんたがあんたがいけないんだよとかって言っちゃうじゃないですか同じです、あ、同じなんですよ、やっぱり、はい、私あの笑顔でお伝えします、ね、社長は何やってたんですかって、はい、その時にやっぱり気づいていただくと多分社長も分かってらっしゃるんですよ、うん、そうですね、はい、でも投げたもの任せたから口出しできないなっていうストレスもすごく抱えてらっしゃって、ね、うん、でおせっかいにもそれ社長が何もやってないですよねとか、うん、何をあの指示がそもそも間違っている、うん、あの指示の仕方って具体的でなかったら指示として機能しないんですよね、うん、はいはい、何のためにっていうもちろん目的もあって、うん、いつまでにどの程度という指標もあって、うん、終わったらどうするのかっていうところまで出て指示なんですけれども、はいはい、大体やっといてっていうフワッとしか言ってないんです、何をっていう、そうか、他が機能していないっていうことを言うと、あ、なるほどねっていう形で社長からもう一度、うん、あの指導し始めていただくとか、うん、で逆にプロジェクトに組まれた方々をお呼びして、はい、じゃあ考えるってどういうことなんでしょうねとか、うん、ないものを作っていくってどういうことなんでしょうねっていうフレームワーク、プロジェクト型でそれはあの伴走していくんですよ、うん、横走ってあげるってこと、そうですそうですそうです、うん、
脳みその使い方をお伝えしながら、行動力は皆さんの方が強いので、要は皆さんの持ってる強みを最大限に発揮できるような、考え方を仕組み化していくとか。伴走者なんだ、はい、まあ、仕組み化ってね、キーワード出たんですけど、菅野さんとホームページ見てたら、研修屋ではございません、一つなぎは仕組み化の会社ですって書いてあってね、これは面白いねって言ってたんですけど、それはどういう、今言ったようなことですか、やっぱり。そうですね、こういうこともあります、研修っていうとやっぱスポットで動くことが多いんですよね、でうちも年間契約のお客様も非常に多いんですけれども、研修自体はテーマで見るとスポットなんですよ、ちょっと何もつながっていなくて、教えました、あとやっといてねっていう形になってしまう。確かにそうですね、はい、そうするとやっぱ研修に来られてる方、お仕事お忙しい方多いので、忘れてしまうんですね、目の前の仕事をやっていくぞっていう責任感の方が強いと、であるならばそこの行動管理を徹底的にしましょうと、学んだことを例えばロジカルシンキングでもいいですし、問題解決でもいいです、そういった研修学んでいただいたら、必ず研修の終わりで今の自分の仕事と今回の学びのテーマを掛け合わせて、コミットメントシートを作っていただくんですよ。今日学んだこと3つなんですか、明日からすることなんですか、最初書いていただくと、管理職の方、役員の方でもめちゃくちゃ抽象的なんですね、あ、目標作りが苦手なんだなとか、訓練されてないんだなっていうのがやっぱりすごく分かりますので、まずそこを修正してから、そのコミットメントを伴走しながら確認していくっていう役割をしています。なるほど、これでもこのそのメソッドを学んだら家庭で悪用しちゃって、家庭家庭なんかさ、ね、旦那がダメなのをさ、こうね、調教って言ったら調教このちゃんとコミットメントしないからよ、あんたとか言って、書いてみなさい、書いてみなさいよとか言ってなるほどね、で私が伴走者になるからとか言って今まで違ったのかって言われちゃいますよ、ね、今まで伴走してなかったのか、お前はって言われちゃいます。確かに、はい、人生の伴走者のつもりだったけど違ったわとか言って人生だと支援の方がいいかもしれないですね。なるほど、素晴らしい。そっか、でも同じですよね、そういう意味では、ね、どこでも使えるスキルってことですよね、はい、で私たちは直接の上司ではない、はい、そういう意味でいくと利害関係がないんですね、なので怒るというよりかは支援ができるんですよ、そこまで感情をボンってぶつけることもないので、決めたことをやるための支援、できなかった時は何ができないボトルネックになっているのか、できた時はこれがあったからできたんですねっていう形でできたことを強調してあげるとか、そういった支援ですね。なるほど、じゃあ時間的には長期になるって感じですよね。そうですね、長期のお客様が非常に多いです、なのでスポットスポットの研修だと、私たちは小さな会社なので、他の研修会社と負けてしまうんですね、競争の中で、ただ研修受け終わった後の伴走支援ができますよって、それを仕組み化していく、その習慣に変えていく、だらしのない人に対して、例えばゴエスができていない机を持っている方に対して、だらしないから片付けろって言って片付けたこと、片付けられるケースって少ないと思うんですね、一時きれいにするかもしれないけども、すぐ元に戻っている、でこれって意識の問題を注意しているからなんですね、お前だらしないみたいな、そうじゃなくて行動管理するようになる、例えば前の机を全部きれいにしていく、他の人たちがきれいにするとか、出したものを渡したものをすぐに回収するという形で、なるべくその方に物がいかない、情報はもちろんいくんですけど、物がいかないようにする、でそうすると行動が本人も変わってくるんですね、あ、自分だけ汚いなとか、ちょっとしまっておこうかなとか、意識を言わないってことは、だらしないっていう状態を言うんじゃなくて、はい、ちゃんと明確に伝えるってこと、これを片付けなさいって、そういうことですか、じゃなくて本人望まないっていうことです、意識を、まず周りをきれいにして、他の人たちをきれいにしてとか、そういうことができる人を近くに置いて、自分の行動がなんか異色なんだなっていうことに気づかせるってことですね、でそこから一つでも片付け始めると、だいたい人って種に住まれば赤くなるじゃないですけれども、同じような行動を取り始めます、特に日本人は。へー。で、だんだん片付けるが習慣になっていくんですね、習慣になると人格が変わるんですね、変わるんですか、変わるんですよ、その人自体が出てるのが気持ち悪くなってくるみたいな、出しっぱなしにしてるのが気持ち悪いとか、はいはい、やっぱこれ旦那に使えるね、今のはでも子供に使えそうじゃないですか、でも同じなんだと思います。なるほど、そうか、ついにもだらしないって指摘してしまうじゃないですか、そうですね、そんなことしたら心を空に閉じ込めてしまいますので意味がない、でこれは私も散々悩んだんで、あ、行動から変えさせて、行動を習慣化させて、で人格変えていけばいいんだなっていう、
あの方法を取ってると結構ストレスがないですね。なるほど。してやったりって思いますし、うん、そうですよね、はい、本当なるほど。確かにあのそういう意味でいくとあの世の中で一般的には PDCA っていうじゃないですか、はい、それが回らなくて苦労してる組織とか会社多いですよね、はい、例えばこう一つなぎ流というかしげさん流でいくとこう PDCA を回させるためにはあのどんなふうなこう改善提案というか伴走していくんですか、はいはい、まず PDCA という言葉が、うん、あの形骸化してると、うん、あの確かに、言葉は知ってる、なんとなく決めたことをやればいいんでしょうっていう意識になっていて正しく理解されていないんですね、うん、なんで例えばプラン、目標でもいいです、うん、1ヶ月の目標、行動目標でもいいんですけれども行動計画ですね、うん、拝見させていただくとめちゃくちゃ抽象的なんですよ、はい、抽象的すぎてチェックポイントがないんですね、うん、そうすると PDCA の C が機能しない P をもともと作ってることが大体大きな問題ですね、うんうん、C を意識したらまず P を作りましょう。そうです、そうです、うん、なるほど。で、あの大体あの PDCA 回らないんだよねってお客様を拝見させていただくと、うん、P は立派ですと、 P はできてます、うんうん、で PDPDPD で常にこう新しいことを考えてやらせて、うん、新しいことをやらせてで、あの大体こう上司とかあの社長の思いつきに現場がこう振り回されて疲弊していく、うん、で現場不満がたまって結局これ継続している社員の人たちはこれどうなるのっていうのが分からないまま新しいものがどんどん来てしまうっていうことが一つ大きく見られるケースかなと。二つ目はもうドゥドゥドゥの堂々巡りですね。行き当たりばったりであのとにかく行動していくだと当然プランもないわけですから目標がない中で、マラソンもそうですよね、あのフルマラソン走ろうだと決まってるじゃないですか、42.195キロ、ありがとうございます、はい、でもそれ決まってないのに永遠と走れって言われたら走れないですよね、うんうんうん、それと同じですよね。なるほど。菅野さんやりますもんね、マラソンね、はい、マラソン、フルマラソン目指して。あー、そうなんですね、はい、頑張ってます。それはやっぱり PDCA ですか、菅野さん。あ、 PDCA です、本当に。やっぱり、はい、明確に、明確に、はい、メニュー決めて、目標決めて、その日までのメニューも全部決まっていて細かく決めて、はい、やると、はい、ほう、確かにそうですね。でチェックしてできない部分を修正していかなきゃいけないということですよね、はい、それが A になるんですね。なるほど、やった、はい、使えますね、シゲメソッドは。やっぱ生活の中で使えないとダメですよね、これもね。仕事だからとかプライベートだからって実は関係ないと思ってます。なるほど。あの僕の、ね、経営者、知り合いの経営者の人でもう PDCA 回らないからもうやっぱりもうやりながら考えさせると、でとりあえずもうやらせると、そうするといつの間にかうまくいかねえなって言って C が起きると、はい、だから PDCA じゃなくて D、P、あ、C、 D、C、 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 P、 D、C、P、 あー、なるほど、みたいな。あ、でそれで初めて計画もう一回作るみたいな。そうしないともう無理だよね、最初に計画がね、やっぱできないよって言うんだけど、それはどう思います、しげさん。その通りですね。あ、いいんですか。はい、職人の世界でも、うん、あの段取り8割って言われていて、うん、要は計画の部分、 P の部分が8割の時間を使いなさいと、うん、そうしたら DoCA の時間、 Do は時間変わらないんですけども、はい、CA の時間が短く済むと、うん、はい、で質もいい、なんか携帯なってるけど質もいいと大丈夫、いいですよ、いう感じですね、うん、はい。そうなるとそれはやり方としては合ってるんですか。合ってます、合ってます。あ、じゃあ自己流だけど、うん、そういうやり方でもいいと。プランをしっかり作ってから、うんうん、大体プラン作り始めると、うん、やりたいって気持ちが湧いてきて、うん、とりあえず進めてみようっていう、うん、そうですね、まず社長が多いんですよ、うんうんうん、特にあのベンチャー系の社長は決めたらすぐやってみたい、やってみなきゃわからないじゃんなんですけれども、うん、自分一人がやる分だったらいいんですが、メンバー巻き込んでいくときに結局 P ができていないと誰も巻き込めていなくて、うんうん、疲弊して離職していくと、うんうん、こういう流れになりますね。でってことは今のうちでいくと、社長はあんま P あんま作るなってこと、そうすると周り疲弊するよってこと。あ、 P を作るんだったらしっかり作りましょう、うん、で P を例えばテーマに対して考えさせたいんだったら指示を明確に出しましょう、うん、なんですよね。あ、社長はね。そうです、はい、そして社長は伴走を支援しなければいけないんですね。うん、そっか。現場の人にさ PDCA 回せって言ってさ、あのやるのって難しいじゃないですか、まあ、しつこいんだけど僕も、はい、で P ができないじゃん、やっぱそこまでちゃんとやる、回るように、はい、とりあえずやっちゃダメなんですかね。とりあえず走り出せよマラソンで行けばみたいな。ダメです、 P を作って作んなきゃダメ、はい、作んなきゃダメです。 P が絶対です。あ、そう。 P に時間のもう7割、せめて7割8割使ってください。へー、そんなに。はい、
事前準備というんですかね、はい、でないと結局行き当たりばたりになって、うん、あのやってる途中でミスが出ましたとか、うん、そうするとやり直しですねなると、うん、ドゥの時間も長くなるんですよね、うん、でチェックの段階で間に合っていません、そうすると周りのメンバーに迷惑をかけるんですね、うん、で A の段階で改善しよう、何が良くなかったとか検証しようの時に、うん、何も記録のない行き当たりばったりなので何も改善ができない、うん、永遠にあのミスの多い周りに迷惑をかけるプロジェクトになってしまうということですね。そうか、じゃあ今流行りのあの何3ヶ月間でこんなに痩せますみたいな、はい、何でしたっけあれえ口で言うなってライズアップ ね、ライズアップ、うん、はい、ライズアップみたいなものですか、やっぱあれも同じメソッドですか。はい、実は私たちあの研修会社としてあの、はい、お客様に弱小なんですけども選ばれているのは、うんうん、ライズアップ方式を取っているんですね。あの痩せたいという意識を持っているから当然ジムに行ったり、うん、あのライズアップに行くと思うんですけど、はい、ライズアップがあそこまで成果を出せているのは、うんうん、意識改革じゃないんですよ。意識で欲求でいいんです。欲求段階 で、 でもさ何十万も払うからあれ意識なんじゃないの、うん、はい、欲求ですね、痩せたいという欲求、欲求だ、確かに意思にまでは言っていないんですね、うんうん、であとはもう細かくコールセンターを元に PDCA、うん、行動管理を徹底的にしてるんですよ、うんうん、でもあれって結構痩せたい欲求と食べたい欲求のこう、うん、あれじゃないですか、こうせめぎ合い、うん、はい、じゃないですかダイエットって、うん、はい、それはどうなんですか。多分仕事でもあると思うんですけど、うん、ライザップで言うとあの食べていいんですよ、食べていいけれども、うん、これ食べますよっていうのを 写真を送って送るんですよ ね、これだとこの部分はこれは食べないでください、これいいですねっていう指導が来るんですよね、そういう支援をしてくれる、うん、知識を与えてくれ る、うん、そういうあの行動管理ですかね、うんうん、そうするとやっている、例えば1週間それをやれましたって言ったら結構自信に変わってくるんですよ、はい、おそらく人生の中で PDCA を明確に回せた人というのはすでにもう自信を持っていて、うん、自分で PDCA を回せるっていうような、うん、自立した成熟した、うん、行動管理ができてるんですけども、うん、大体の方は流されてしまうとか、うん、まあね、ダイエットもタバコもスポーツもそうですけれども、はい、大体流されるものじゃないですか、うんうん、そこに対して伴走しながら行動管理をしていく、うん、そうするとさっき言ったの行動から習慣が変わって、はい、習慣から人格変えていくっていう、うん、ああいう成功体験を、うん、たった3ヶ月の間で出してるのはいいなと思いますね。で人格変われば人生も変わると、そういうことですね。なるほど、でそれをもう研修でもやっていこう、こう徹底的な行動管理をしていくことによって一人でも多くの人に自信を持っていただきたい、うん、これなぜかっていうと、うん、本来上司の仕事なんですけれども、ね、上司も自分の仕事を抱えていて、うん、そこまで部下のことを見れていないんですよね。そうなんですよね。で、じゃあその上司にさらに、うん、睡眠時間削って部下の行動を管理しろっていうのはなかなか言い難いですし質も悪いです、はい、であるならば上司ができないのであるならばうちが行動を管理していきますよと、うん、で上司ができるところは上司をそのように鍛えていきますよとか、うん、あとは最近多いのはですね、うん、年齢的に役員として高止まりしてる方々を再活用したいとか、はあはあ、ありますよね。でもある、うん、はい、あとバブル入社の方々を再活用したい、再活用聞く聞くすいません本当に多いんですよこの相談まさに、はい、その世代結構人口的にも多いので、多いですよね、はい、確かに。でこの方々を再活用するときに、うん、彼らにじゃあ何か新しい事業をやってもらおうとか新しい業で立ててもらおうって言っても、うん、難しいんですよね、うん、であるならばそういう若手の一人ずつを褒めていく認めていく一人ずつの行動管理をしてあげられるように、うん、おじさんメンターみたいな感じですか。おじさんおばさんメンター。そうですそうですそうです。なるほど。でも50前後の。そうですそうです。20歳の方々からしてみたらすごい人生の経験者でもあり、うん、仕事の経験者でもあるわけですね。でその方々が自分のために時間を使ってくれるんだっていう行動管理の役割。なるほど。受けてみたいな須田さんね。メンター。受けたいね俺はね。受ける感じですか。いやいや、メンターになるってことですか。メンターになるの。50の人が、そうですよ、そうですよ、我々がなるの、そうですよ、そうですそうです、あ、そういうこと、そういうことです、子供ちゃんたちに対して再活用ってそういうこと、そういうことです、はい、そうやって働くんですよ、行動管理する、僕の世代にメンターがついてくれて我々のたるんだ意識を再利用活用してくれるのかと思っちゃう、いやいや、そういうことじゃないんだ、私たちがですよね、あ、はい、そう、今実はお二人の言ってること両方あるんですよ、一つの役割としては、うん、その20代の方々に対しておじさんおばさんメンターが承認褒めるとか行動管理をしていく、はいはいはい、
ていうことをしていただくと、はい、で当然もともとそれができていたらうちにそういう相談は来ないんですね、うん、おじさんおばさんメンター、そうですよね、そのおじさんおばさんメンターをメンターに育てるためのトレーニングが結構過酷です、うん、すごいね、それ受けたい、ね、受けたいですね、トレーニング受けた方がいいですね、それもなんかライズアップ方式なの、ライズアップ方式わーすごい、ライズアップです本当に、はい、ではこの後もお知らせを挟んで、はい、しげさんの話をお聞きしていきたいと思います。桜井弘明のひとひと話。大正14年、焼き物の町愛知県常滑市に創業した老舗タイルメーカーの新しい挑戦、復元屋。長い歴史の中で培った技術を武器に、歴史的建造物、地域のランドマーク、マンション、ビルなど建物に込められた思いを未来へと継承します。タイルを復元、未来への継承、思いを形に、レストレーションオーガニゼーション復元屋。桜井弘明のひとひと話。はい、それでは長々とお話伺って長々って言わないすいません、長々って言わないなんかすごいを感じました、いや興味深かったのでついついちょっとお話伺ってしまって盛り上がってお話伺っていったんですが、はい、はい、PDCA 回します私も、いやいやいや、でも今のお話聞いて多分、うん、すごい興味を持った方とかたくさんいらっしゃると思うんです、そうそうそう、経営者もそうですし、もしかして社員がうちの社長みたいな、うん、方もいるかもしれないですが、多いんですよ、そうですよね、うん、はい、すごく多いです、絶対そう思う、はい、うん、連絡先をぜひね、はい、どういうふうに、はい、はい、株式会社ひとつなぎと検索していただければ、うん、ホームページが出てきますので、うん、はい、そこの書いてある電話番号にお電話いただければですね、うん、私が必ずお伺いいたします、しげさんが来てくれると、はい、それがやっぱりモットーなんですね、やっぱりそうですね、うん、やっぱ課題がどこにあるのかっていう最初のセッティングを間違えてしまうと、うん、結局次ご提案する内容とか実施していくそのサービスがですね、うん、元外れになってしまうんですね、はい、そういった意味でいくと私が必ずファースト設定を持たせていただいておりますので、うん、お気軽にご連絡いただければ、はい、はい、ひとつなぎはカタカナですよね、はい、カタカナです、はいはい、では皆さん連絡をねしてあげてください、はい、本日はしげのりこさんありがとうございました、ありがとうございました。続いてはこちらのコーナーです。リツコの部屋。さて続いては皆様からお便りをいただいたお悩みに答えしていくコーナー、リツコの部屋です。リツコさん今月もよろしくお願いいたします。よろしくね。リツコさん今日も素敵な感じでございますけど、目が笑ってるぐらい、すいません本当に申し訳ないです、はい、ということでは早速ですね、今月のお便り紹介してもよろしいでしょうか。何か今月の一言いただけますでしょうか。特にないわ。あ、すいません、はい、どうぞ、はい、それでは紹介します。こんにちは、リツコさん。私は都内の広告代理店で営業をしている27歳です。相談というのはうちの部署のリーダーについてです。とにかくみんなと一緒に汗をかかないというか、現場に指示を出さないというか、一緒に動いてくれないのです。部下として私はどのようにリーダーに働きかけていけばいいでしょうか、ということなんですけども、いかがでしょうか、リツコさん。あら、今日も社員さんからのお便りなのね。そうですね、なんかリツコさん社員さんにも人気ありますよね。人気があるわけじゃないわよ。え、経営者が他に相談するところがなくて私のとこに来るのはわかるけど、はい、社員の方も他に相談するところがないんじゃないの。なるほど、確かに世知辛い世の中よね。確かにそうですよね、うん、やっぱこうリツコの部屋が駆け込み寺になっていく。そうね、一つ一つの会社が明るくなる。本当は社員の方は上司とかね、先輩に相談できるのがいいのにね。本当です ね、 ね。じゃあ今日もお悩みにお答えお願いいたします。じゃあ質問に答えるわよ。はい、さくちゃん、はい、そもそもリーダーって何、どんな人。そうですね、まあ、私が思うリーダーっていうのは、うん、あるべき姿のために自分の人生と命をかけ、周囲を動機づけし、自らを率先して動く人でしょうか。何者あなた。すいません、ほんと毎回毎回答えが優等生っぽい。ほんとすいません
ペヘペロでございます何それ、すいません。律子さんの解釈はお願いできますでしょうか。まあね、あるべき姿のために自分の人生と命をかけ、周囲をどう気づけしっていう部分はいいんじゃない。ありがとうございます。けど、うん、後半の自ら率先して動く人って部分で大事な要素が抜けてるのよ。そうなんですね。何ですかそれは。それは未来を変える人であって、一緒に作業する人ではないってことよ。あ、リーダーは未来を変える人だということなんですね。そう、リーダーがメンバーと一緒に作業してるだけじゃ未来はなかなか変わらないわ。もっと先を見て動かなきゃ。なるほど。リーダーにはリーダーの役割があるのよ。なるほど。まあ、あるべき姿の達成のために一緒にこう汗かいて動く人ってね、そういう人がリーダーなのかなって思いがちなんだけど、そうじゃないってことなんですね。そうよ。リーダーがやるべきことは周囲に目を配り、みんなが気持ちよく働けるように気を配って、うん、お互いがお互いを助け合えるような雰囲気を作るってことよ。自ら率先して動くだけじゃダメなのよ、うん、リーダーは周囲がどう動けるかに着目しなきゃね。なるほど。じゃあやっぱりこう支援者というか空気を作るというか、場の雰囲気作りがリーダーとしては大事だと。もちろんね。ということですね、うん。まあ、今回の質問者の問いである、じゃあ部下としてどのようにリーダーに働きかければいいかって、どうお答えいただけますでしょうか。そうね、まあ、一緒に手を動かしてくれないとかそんなこと気にせずに、リーダーはリーダーとしてやるべきことをやってるかを確認してみるといいんじゃない。リーダーが陰でやれてることは本当ないのかしら、うん、たとえ一緒に手を動かしてくれなくても、質問者であるあなたのために自分のことは後回しにして何かしてくれてんじゃないかしら。なるほど。自分のことを後回しにしてっていいフレーズですね。まあね、それができるぐらいじゃないとね、リーダーにはなれないわよね。ですね。川島英吾の歌を思い出しましたよかった、律子さんに受けたぞ今月は。何そこ、すいません、本当に。まあね、それもやれないリーダーであれば私のところに連れてきなさい。あ、いいんですかそれで。もちろん、みっちり教えてあげるわよいいですね。私も申し込みちょっとさせていただきたいと思いますので。いやいや、優等生はいらないから、すいません、はい、律子さん、今月もありがとうございました。律子さんにお話を聞いてもらいたい全国の皆様、ぜひメールお便りお待ちしております。メールの宛先は info@strate.jp までです。ビビらないで送ってね。桜井弘明の人話。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。桜井弘明の人話18回目の放送、皆様はいかがだったでしょうか。はい、しげさんいかがだったでしょうか。はい、非常に楽しかったです。本当ですか。はい、よかった。お声掛けいただいた時は非常に緊張していて、私に喋れることあるのかななんて思っていたんですが、こうやって3人でキャッチボールしているとどんどんアイディアも浮かんできますし、むしろここにねリアルなこう経営者の方座っていただいて、あ、いいですね、4人でこう話し合いながら課題解決していくと、大体の似たような課題を持ってらっしゃると思うんですよね。あ、なるほど。公開でやるみたいな、その場でこういう悩みなんだけどどうでしょうかっていうのを、しげさん流とか桜井流とか菅野ゆかりとか、はい、いろんなのであ、いいですね。で、面白い。そこに今マツコって言いそうになっちゃったリツコもリスコも入って、はい、なんかもう最後帰る時経営者もうこんななってズタボロみたいな感じでそうです、ね、あ、面白いですね。あ、それか僕が外で待っててスタジオの、はい、そこ抱きしめてあげるお疲れみたいななんで自分が一番いい役目を本当ですよ多分社長は抱きしめられたいのは桜井さんじゃないです。そうですよ。プー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 、まあいいや、はい、すいません。はいはい、これからも皆さんに役立つ情報をどんどん提供していきたいと思います。リツコの部屋へのメールもどしどしお待ちしております。しげこの部屋、改めのりこの部屋もねちょっと作りたいと思いますので、いいです。今後もしぜひあればよろしくお願いします、うん、ということで、私桜井弘明が中小企業ならではの人や組織経営に関するヒントを発信していく人々話、また来月スモールさんのインターネットラジオでお耳にかかりましょう。
お相手は株式会社ストラテジック代表の桜井博明と菅野由香でした。次回のオンエアは10月19日月曜日に更新されますのでお楽しみに。